戻ってくるんだ。分かったか。うるせえ、行くぞギリ。お前は大したやつだ。次から次へと先生の教えに背いていく。己の信じた道を進めというのも先生の教えだ。憲兵の手下となり次々と空手道場を閉鎖に追い込むこともか。郷田が何をしようと俺の知ったことではない。俺は強い相手と手合わせがしたいだけだ。長英、お前も義龍も臆病なだけだ。臆病な奴にあの黒帯を継ぐ資格はない。違うか。やめ。柴原英健先生が亡くなったと聞いた。慎んで。その弟子が憲兵の手下となり道場の強奪に手を貸しているという悪い噂を耳にしたが、どうも本当らしいな。東郷隆雄。大官、お前にも黒帯を継ぐ資格はない。なんだ。俺お腹空いたよ。昨日の夜から何にも食ってねえ。我慢しろ。あ、あいつら。はい、2はないか、2はないか。はい、3はないか、朝も。後先、後先出ました。はい、こっちもそっと。しよう。先なら、あと4つ。しかし。しかしゃなじゃねえの、ほんとにやろ。なんだと、お前、俺。お前たちには高い値がつきそうだよ。はい、三はないか。はい、一はないか。はい、先。はい、できました。はい、こっちもできました。やるぞ、おら。姉ちゃんはどこだ。やんのか。姉ちゃんに合わせろ。ケンタ離せ。とっ
っととつまみ出せ。こら、おてんじゃいけ。小僧の首と胴体離れちまうぞ。ギル、よく聞け。花はな、娼婦宿に売り飛ばすんだ。兵隊さんのために体投げ打って働くけなげな女になるんだよ。てめえらなんか二度と合わすわけがねえだろうが。なめたたせろ。てめえは四人か。小僧、助っ人を連れてきたってわけだ。見ろ、はい、かわいがってやれ、はい。